今日はですね、ホンダ E、買って、2ヶ月経ちました。2ヶ月目になって、まあ、今の心境というのをお伝えしようと思います。やはりね、最初 EV ということでいろいろドキドキしながら乗ってたんですが、まあ結果から言うとね、かなりの快適さです。かなり快適。しかもね、今充電が、今私集合住宅マンションに住んでるんですが、まあそこにコンセントがないんですけども、まあ急速充電だけでなんとかやってるんですが、まあそれでもね、ちょっと今のところまあ苦にはなってないんですよね。楽しみながらと言いますか、まあ私ちょっと YouTube やってますので、まあその YouTube のネタにもなるので、まあ1週間に1回ぐらいの、まあ、急速充電で、まあ約30分ですよね。それがまあ1ヶ月、5回あったとして、まあ525の2500円、まあもう1回やったとしてもまあ3000円ぐらいですよ。まあそれぐらいでまあ1ヶ月今過ごしております。で、うちのね、奥さんが、まあこれ通勤で使ってるんですけども、走行距離が2200キロを走りました。まあそれから考えると結構燃費っていいですよね。1月はね、結構、乗りまくったんで、月ね、急速充電でやっぱ6000円とか、6500円ぐらいやったかな。結構行くなと思ってたんですけど、やっぱそれなりに距離走ってたんですよね。で、やっぱそれからちょっと、1ヶ月、2ヶ月目ぐらいに入ってきて、まあ通常の、まあ生活タームに入ってきたかなといった感じですよね。なのでまあ近所ちょろちょろするのと、まあたまにちょっと、まあ、遠出する程度ですよね。まあ遠出といっても片道100キロも走らないですよね。まあいいとこ 4、50キロ、まあその往復でまあ100キロ行くか行かないかっていう程度が月1回あるかないかっていうところですよ、実際のところ。なのでまあ全然普通に普通に乗ってます。 EV ね、ハイブリッドカーとかのかなり走行距離、渡航可能距離長いですよね。1000キロとか満タンで軽々行っちゃいますんで、それ必要なのっていうぐらいに思えてきました最近。やっぱりね、そのうち家に充電がね、充電器が、まあ、今申請してるんで、これも1年2年がかり、まあ、1年ぐらいでついたらいいと思うんですけど、それで、まあ、なんとかコンセントがさえつけばもうもうガソリンスタンドとかもその急速充電所へ行く手間も省けるんですよね。もう朝起きたら 100% でもう200キロ超えですよね。それぐらい走れるので、まあ片道100キロって言ったら どれぐらい、片道100キロって相当ですよね。相当遠くまで行けますよね。まあ十分じゃないですかね。でまあ東京とかね、結構距離あるところはまあ飛行機か新幹線ですよ、大体ね。まあよっぽどなんか緊急時になんかどうしても田舎に帰らないとダメとかね、そういった時ぐらいかな。急に車がないと困るっていうのがね。まあ他はほぼというかね、もうこの200キロぐらい走ったら十分ですね。まあそれはね、おそらく大半の方がそうじゃないですかね。まあガソリンエンジンもしくはハイブリッドカーが今主流なんですが、いかに無駄なそこまで必要なのかっていう感じが今この2ヶ月経ってしてきております。なのでまあこれがね、2030年半ば、EV がスタンダードになってくると言われてますので、すぐ慣れます皆さん。最初だけはね、やっぱガソリンとかに比べるとどんどん電池が減っていくんで、もう心配しまくるんですけど、こ
ね、まあ、マンションにとかにもそのうちね多分もう時代の流れなんで、まあ心配しなくてもついてくるんじゃないかなと思います。なので、まあそのうち、あとは価格ですかね、車両の価格、それさえねあのぐっと落ちれば、あの本当にスタンダードになっていくと思いますよ。っていうかね、あのこの EV の走りの良さ、それがあの皆さんにぜひともねこれ体験していただきたいなと思うぐらいすごいスムーズな走りを実はします。で、まあ、あの自動運転とかね、まあ、もうちょっと先だかなと思うんですけども、ほとんどこういう高速乗るときにちょっと ACC とかね、このハンドルのちょっとアシストとか使う程度で、まあ、下道はまあ渋滞のときに使うぐらいですかね。ほとんど自動運転っていうのは今使用してません。実際、まあ、テスラとかねについてる、ああいう、ね、テスラ乗ってる方にも一回お話聞いたんですけど、ほとんど自分で運転してるというぐらいですかね。やっぱ長距離乗るときにやっぱ、自動運転っていうのはやっぱありがたい、まあ楽ちんだっていう程度のものです。まあ日常でスーパーに買い物に行くぐらいだったら全然使用しないっていうのが現状じゃないですかね。で、まあそのうちほとんどの車が自動運転ってなってくれば、自動でもうそのうちもうハンドルもなくなるかもしれないですね。今このハンドルに握ってますけど、もう自動運転がスタンダードみたいな時代も、まあひょっとしたらね15年とか20年後ぐらいにはもうそうなってるかもしれないですね。で、まあ車両価格ね、今これホンダ E が450万ぐらいですよ。まあだいぶ高いです。パッと見ね、コンパクトカーでこんな高い車よく乗るなっていう意見がよくあるんですが、テスラとかではまたなんか今中国で作ってるやつは安いのが出るみたいですね。もっとバッテリーが効率のいいやつで、さらに車両価格が落ちるといったものが、まあ、ひょっとしたら300万台ぐらいで出るんじゃないですかね。まあその辺が出てきたら、まあ、どんどんこういうね、日本でもテスラ買えますんで、もっと走り出すんじゃないですかね。で、日産のアリアね、今年出るのかな、もうちょっと伸びるのか分かんないんですけど、あれも500万台スタートですよね。すごいかっこいいですよね、 SUV。 大きくてね、まあ、ちょっと車両が大きいんで私はどうかなと思うんですけど、プロパイロット2もついて、まあ、自動運転ね、3D マップを利用した高速道路でもう手放し運転ですよ。手を離して自動運転が可能だということで、まああれもかなりいいですよね。ただちょっと90キロワットアワーとかのハイパフォーマンスのモデルも多分出ると思うんですけど、それはねかなり金額高いと思います。なので、まあ売れ筋は、まあ、スタンダードモデルの、まあ、500万から600万ぐらいのやつが売れるとは思うんですけど、まあ結構ね、外車ね、ベンツとか BM とか乗る方からしてみたら、まあ5、600万って、まあ別にというかね、普通に乗り換えれる値段じゃないですかね。なので、まあちょっと、今は若干、まあ富裕層というところまではいかないですけど、若干ちょっとお金にね、余裕のある方から、どんどん車両が入れ替わっていく時代なのかなと思います。まあ、私はちょっとね無理してね、YouTube レビューのためにちょっとこの EV 買いましたけど、まあ、本当はもうフィットとかで十分だったんですけどね、まあどんなもんかと、実際やっていけるのかという感じで、まあ今乗っております。お、渋滞多発箇所っていうのが出てきました。で、これホンダいいね。何がいいかって、音声ガイドいいです、結構。OK、ホンダ。ホンダカーズ、大阪東、花園店まで案内して。はい、こんな感じで、運転しながらね、もう音声ガイドめっちゃ便利なんですよ。
まあ、基本的にこの音声ガイドは車にまつわるというか、まあね、行き先案内とか、あと、まあ、美味しいご飯食べれるとかね、充電とか、あ、そうそう、充電もね、充電スポットも検索できます。 OK ホンダ、充電スポット探して。キャンセル。まあこんな感じでいろいろね、充電スポットも結構あるんで、まあたまに行って誰か充電しててギャーっていうのはありますけど。あ、そうそう、この間もまだもう動画出たかな、もう出したかな。イオン行ってきたんですよ。イオン良かったです。300円、急速充電300円で充電ができました。いや、ただね、30分じゃね、全然時間が足らなくて、すぐね、やっぱ折り返してきました。ご飯もちょっと早めに書き込んでね、戻るという感じでしたね。やっぱね、1時間以上は必要ですよね。200V 電源の方が、ああいう大型ショッピングモールでは、人気でした。急速充電の方がね、2台あったんですけど、空いてましたね。で、200V の方が2台とも詰まってました。なので、200V の方で、まあ、2時間ぐらい、設定して、ゆっくり買い物するっていうのがね、いや、多分、いい感じになると思います。だいぶね、あったかくなってきました、最近。今、12度です。今ね、これ、充電のスピードが上がってきたなという印象があります。夏とかもっと、これ、本当に、あれかな、30分で 80% 近く溜まる。いや、そこまではいかへんか。今ね、30分で45とかね、50% 近く今溜まってきました。なのでもう夏場とかはひょっとしたら 60% 70% ぐらい30分で行くかもしれないですね。いや、そうなるとね、本当に急速充電だけでもすごい楽だなと思います。で、その今これね、ホンダのカードが時間で何キロ溜まったとかじゃなくて、1分あたりいくらなんですよね。なので充電スピードが速い方がお得なんですよね。まあそんな感じで、どこでね、急速充電したら得かとかね、買い物の時間を考えてゆっくり充電するとかね、結構楽しんでね、考えながら充電するっていうのはすごい楽しいなと思いました。まあかなり私このホンダ E 気に入ってます。これからもね、どんどんレビューをしていきますので、皆さんよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。あとグッドボタンもお忘れなくよろしくお願いいたします。はい、というわけで、ホンダ E 2ヶ月乗ってみたリアルな感想でした。じゃあね、ボー。